志村含み9月30日体は、日本の染色家、つむぎ織の重要無形文化財保持者、随筆家。草木染めの糸を使用したつむぎ織の作品で知られる。滋賀県大見八幡市生まれ。1942年、文化学院卒業。文化学院の一学年上級には、女優の高峰秀子がいた。31歳の時、若い頃に、 龍宗義の民芸運動に共鳴して織物を習っていた母、小野豊の影響で織物を始める。1957年の第4回日本伝統工芸展に初出品で入選し、その後第5回で奨励賞、第6回、第8回で文化財保護委員会委員長賞、第7回で朝日新聞社賞と4度の受賞を重ね、特待者となった。 1990年に農村の手仕事だった紬織を芸術の域に高めたと評価され、紬織の重要無形文化財保持者の保持者に認定された。また、随筆の名手としても知られ、一式一勢で第10回おさらぎ二郎賞を受賞している。現在は京都市右京区佐賀野に工房を構える。2013年4月に京都市左京区岡崎に、 芸術体験を通して学ぶ場として、娘で、同じく染色作家の志村洋子と共に、アルス志村を設立。教本として、伝書志村の色を刊行した。同5月には、ギャラリー含み、志村をオープンした。2015年4月、アルス志村2校目として、佐賀港を開港した。門下に2010年に、門社の重要無形文化財保持者に認定された、土屋純樹がいる。 ありがとうございます。